ちょまけさんお疲れ様です。ちょまかれ。今日はちょっとわざわざ僕のとこに来てもらったんですけど、うんうんうん、僕はぶっちゃけインド出身と思ってないんですよ。僕はまだオラキオさんと思ってるんで。どういうこと？これ一回本当にインド人かどうかっていうのを検証させていただこうかなと思ったんですけど、だから今日ちょっとカレーを5種類買ってきたんですよ。お、日本のカレーはまたちょっと違うけどね。なんで今日はキキカレー選手権です。ああ、もう簡単です。余裕ですか？チョマカレー何人だと思ってんの？チョマキオ。じゃあ、うん、もし間違えたら、うん、このしばき棒でデコしばかれる。デコはお前もうデコはダメだよ。自信あるんですよね。まあ間違いはしないよ、はい、正直。あ、ちゃんとちゃんと本物やないか。本物のやつで。本物の笑ってはいけないのやつや。はい、よく見てたらインドで。行きましょうか。行こう。チョマカレー、じゃあこれ用意してもらったんだよね。はい、うん、こちらが銀座カリーさん。はい、よく見るねこれね、銀座カリー。そうですね。ボンカレーさん、はい、これはもうちっちゃい時から慣れ親しんだ昔でございますね。はい、はい、カリーやカレー、はい、これもよく見ますよね。これもまあよく見るよね、はい、もう双璧ですよね、ボンカレーとククリカレー、はい、あー、これはね分かりやすいかもしれないね。リーの辛いやつ、はい、もっと辛いのもあるよね。はい、でも今日は辛さ10倍のやつでございます。イエス。じゃあこの5つで、はいはいはい、今日はちょっと、はい、わかりました、キキカレーやってみたいと思います。ではまずですね、うん、5つの種類を味覚えてもらって、覚えていいね、味をね。でその後僕がランダムに口に入れていくので、うん、それがこの5つの中のどれかを当てていただくと。当てりゃいいのね。はい、うんうん、楽勝楽勝楽勝っすか。うん、オッケー。オッケーですか。オッケー、こいや。大丈夫ですね。うん、はい、では1個目。1つ目。はい、1つ目です。いや、これ当てたい。チョマキオさんですよね。ちょ、ごめんごめん、ちょ、チョマキオだけどこれ当てたいな。こいちょ待って、俺今、はい、ここで外したらバン来るわけ。来ますよ。うわ怖い。僕が、はい、今食べたのは、はい、銀座のカリーです。かっ、正解。おー、よっしゃ、よっしゃー。ぶっちゃけすぐ分かりました。ね、いや、ちょっと迷いました。迷った、かなり。なるほど。あ、でも銀座のカリー当てれたのはちょっと自信に立ってる俺。あー、確かに難しいと思うんですよね。難しい。こちらが2つ目です。これわかるかも。ちょっとこれ全部当てちゃうかもよ。ごめんね。いいっすよ、いいっすよ。比較的に日本の YouTube 的に大丈夫なの？大丈夫です、大丈夫です。僕が食べたのは、はい、カリー屋のカレーです。ガッ！正解！ガッ！すごいっすね。よし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 。これはいいんじゃないですか。結構いけそうっすね。俺もうここクリアしたら当てるね、多分。はい。次はこれです。当てちゃうよ。多いですよ。でも当ててくれていいですよ。数少ない僕の YouTube 見てくれてる、チョマキオを見てくれてる人は、はい、叩かれてほしいの。まあどっちかってそれはそうですよね、芸人さんなんで。いや、チョマキオ芸人じゃないからね。はい、僕が今食べたカレーはボンカレーです。ボンカレーです。もう簡単です。余裕ですか。ちょっとこれ全部当てちゃうかもよ。ごめんね。いい、当てちゃうよ。じゃあ当てていいですか。あー、これはね、分かりやすいかもしれないね。ボンカレーです。ガーッ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 。嘘嘘嘘だ。ボンじゃない。ボンじゃないです。いや、僕もちょっとびっくりしました。僕も当てると思ってたんで。ちょっともう一回。いや、でも今がもう一回、3つまだあるんで、うん、今残りはこれです。うわ、危ない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 。ちょっと怖い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 。続いてはこれです。はい、うわー、分かんない。ちょっともう下になんか違うのが残っちゃってんだもんな。でも俺は自分で信じて言います。ククレカレーです。ガー正解。よっしゃー、危ねー。ちょっと自信なかったですか。自信なかった。もう分かんなくなってた。あと2つ。あと2ついきます。しかも1個リー入ってっからね。そうです。これはいけるな。次はこれです。
自分を信じろ。うん、自分を信じろ。ボンカレーです。いやー、うそー、うそだー。僕が今食べたカレーはB です。正解だー。正解です。いやすごい、分かったー。5問中4問正解なんで。ってことだよね。はい。なんでこれはまあ 90% の確率ですからね。これはカレーの国の項目を、はい、保てたと思うんですね。はい、うん、もうじゃあ僕はちょっと島木雄さんインド出身というのは知ってました。そうだね、はい、うん、じゃあすみません、島木雄さん最後に締めの言葉でお願いします。僕は、インドの島木雄です。